ここはね、あの宣伝のコンサートだから気楽に遊んでいてね。そうなんです。あの田村まさかっていうんです知らなかったでしょいや、要はね、あのちょっと私の経緯 を申し上げますと、音楽家なんだけど、10年ほど前にね、あのモノマネ芸人と一緒になった時に声が似てるってことだよね。そっくりさん一緒にやりませんかって、へえと思ってね、あのここの舞台で田村ですみたいなことやったら、お客さんが随分喜んでくれてそれでモノマネやりだした関係でね、あのいろんなイベントに呼んでもらった、東京、大阪、九州、ね、それからテレビにも出るようになった、ね、これから面白くなるなっていう時にコロナになっちゃった、ね、コロナになったらもうイベント自体が、結婚式さえなかったんだからね。まあ、それで実は私は網走で暮らしてるんですよ、ね、東京にいればまだ多少テレビの仕事もあったのかもしれないけど、網走だとね、そういうことはもう全くないですよね。ただ良かったのはね、ここのホテルまで家が近いでしょ。だからここのロビーコンサートだけはね、お金を取るわけじゃないからね、まあお客様は少なくなったけど、毎日何人かのお客様にお会いできる、ね、それはまあ、あ、いらっしゃいませ、どうぞごゆっくりお楽しみください。田村まさかって言いますから今田村まさかって何者だってね、そういうことを説明してるんですけど、ね、それでね、あ、どこまで話したのかな、あの要はこのロビーコンサート、ね、あのでお客様に田村まさかを覚えていた、ね、そしたらね、今の時代、あのお客様にようこそ、ね、あのインターネットの YouTube ってあるんですよ。 YouTube が今もう若い人なんかも随分活用して、もうテレビなんかなくてもいいぐらいになってる、ね、だから私も YouTube にいろいろ載せて、だからお客様も今日旅行に、ね、終わって明日家に帰って、ある日ある時思い出して、あ、田村まさか何か言ってましたねってねそれで YouTube で見て、ね、応援してください、ね、そういう趣旨です、ね、さて、音楽家ですから一応音楽をお届けします。ピアノが2つもあったりします。すごいでしょ、ね、そういうわけで、あのコロナになってから本当に思うんですけど、あのなんていうんですかね、音楽コロナになって余計にその音楽、特に生演奏に飢えている状態ですよね。だからそういうのを、いい具合にお届けできたら本当にいいなと思ってです、ね、ある農家の方がね、あのビニールハウスでモーツァルトをかけておったんですって。そしたらトマトが随分元気に育ちました、ね、だから私らもね、こんな立派な農を持ってるんですから、そういう音楽を聴いてね、そういう栄養を取っていただいて、ね、そしたら免疫なんかもしっかり働いてくれるんじゃないかなという気持ちですね。まあ私が思って言ってるだけですけどね。さて、モーツァルト一曲お付き合いください。ケッヘル311、ソナタの2楽章、これがいい曲なんですよ。Thank you.
がとうございます。これね、モーツァルトはね、本当にですよ、さっきのね、あのトマトが元気に育ったように、このモーツァルト一曲付き合っていただいたらね、自律神経系がね、ぐぐぐっと整ってきましてね、血圧の不安定で、お金をいっぱい使ってる方ね、自律神経が、いや本当そうなんですよ、大変なんですよ、あの薬じゃ治れないね、自律神経がまともにバランスよくやれば免疫もしっかり働いてね、そしたらウイルスが来たってね、鼻水ぐらいで終わるんですよ、本当にね、そうなったらいいなと本当私は思ってますね。これはまあ私が勝手に言ってるだけなんですけどね。でもね、昔あの胎教にいい本っていうのが出てね、ベストセラーになったんですよね。大したこと書いてないんですよ、あのモーツァルトの CD がついてる ね、まあ、切り口がいいですよね、売り方がうまいね。あ、だから音楽なんかどうでもいい人もね、やっぱりあの自分の子供のことですからね、胎教にいい本ね、ベストセラーですね。まあそういうわけでモーツァルト一曲付き合っていただきました。あと途中で来てくれたお客様、田村正和と言います、覚えて帰ってくださいね、田村です。よろしくお願いします。何屋さんか分かんないですけどね、まあ音楽家です。さて、ピアノが私好きで、ピアノから始まるんですけど、あとでオカリナという楽器をやりますね。でピアノはまあ有名な曲を2曲ほどやって、それでオカリナの音色、後で聴いてくださいね。さて、一つは、パッヘルベルのカノンを弾きます。Thank you.
温かい拍手です。本当にありがとうございますね。ここはね、本当ロビーなんですけど、本当に音楽ホールに最適ですね。高い天井とね。それで、あれ、ピアノの置いてあるホテルあちこちあるじゃないですか。ね、だけどね、ピアノって実は、ね、置いてあるだけじゃ実はとてもダメなわけでね。ギターは弦が6本しかないから、毎日ちょろっとやれば合わせられるんだけど、これは250本ぐらい張ってるんですよね。だけど、これ、ね、これ生物ですからね、生物って言ったらおかしいけど、毎日毎日調律しなきゃいけない。ね、で、調律師を呼んだら何万円もかかるから、実は私自分でやってるんです。ね、だからね、私の気持ちです、これね。なるべくいい音をお届けしたい。まあ、テクニックの問題はありますけどね、まあ、一生懸命やりますから、ね。じゃあ、あと1曲お付き合いください。ピアノの曲で一番知られてる曲の一つだと思いますね。ショパンのノクターン9の2をお送りいたします。宣伝して田村雅子を覚えていた。
ね、そしたらね、お家に帰って、ね、例えば、ね、お客様はニューヨークから来てくれた、ね、遠い人かもしれませんけどもね、あのお家に帰ったらインターネットで田村正和検索してみてください、ね、田村正和さんと一緒に出てくるんです田村正和さんは知ってるんです、ね、だから田村正和の方がキュッと入っていただくと私の YouTube が広がってる。さっきのピアノ、それからオカリナ、それからね、実は私、吉田拓郎さんが大好きでね、吉田拓郎さんの歌もやってるし、それからね、あのコロナの前はテレビにもちょこちょこ出てるんだよね。テレビのシーンは本当は YouTube に上げちゃダメなんだけど、ローカル曲はね、まあいいんじゃないかって言ってくれて、ね、偽物ですってやってますからね、そんなのを見て応援していただきたいなっていうのがこの趣旨ですからね。さて、8時45分ぐらいまでやりますから、もう少々お付き合いください。さて、私が、プロでやれるようになったのはこの楽器のおかげなんです。これオカリナいいですよ。もう、ね、ピアノに比べると、ね、値段は安いし操作は簡単だしね、これ吹いたら音が出るで安いし、簡単だし、それなのに音色がいいんだね。さあこれをお楽しみください。一つ自慢があるんです。せっかくピアノが弾けるからね、カラオケじゃなくてね、生のピアノ伴奏で弾きたいね。グググッと頑張ったら手があと2本生えて、このピアノでも弾きましょうかってできるようになったんです。本当に手品じゃないんですよ、ね。お楽しみください。私ですいやすいませんね、このラインのお客様ね、薄っぺらい人間に見えちゃうかもしれない。もうちょっと厚みがありますから ね。さあこれね、自動ピアノの自動演奏機能がついてるんです。あらかじめ私がね、この伴奏を弾くわけ、そしてそれを機械に録音っていうのかな、記録したらね、その鍵盤の動き、要はもう弦の弾く音がそのままのタッチが再現できてるんですよね。そこら辺をお楽しみください、ね、要はですから田村正和って何かね、まあ、そっくりさんでも知られてるんだけども、私たちがよくテレビで見かけるのは劇団ひとりさんっていらっしゃるでしょ、ね、あれだけテレビ出てたら知ってますよね。田村正和は楽団一人、ね、楽団一人、覚えやすいでしょ、ね、そういうことで覚えてやってください。さあ、行ってみたいと思います。オカリナが、っていうぐらい素敵なんだよ。北海道の歌いきますね。北の国から行ってみましょう。それから実はオカリナを やったおかげでね、要するに何の宣伝もしてないのに
オカリナを教えてくださいっていう人が集まってきたんだね。ね、そういう檀家さんがいっぱい、今檀家さん50人ぐらいいるわけ、ね、だから月曜日から金曜日までは檀家回りをしてるね。檀家回りをしたらお布施をいただいてくるね。ありがたいでしょ、ね、だからこのオカリナをやったおかげでね、それができたというわけで、まあ、このオカリナの魅力をお客様にお分けしようという、コンサートでございます。さて北海道の歌をねちょっと続けたいと思うんですけども、知床旅情ね、知床旅情名曲です。ただちょっとね今本当気持ちがちょっと違うんですよね。知床観光船が事故を起こしましたよね。もう悲惨な事故ですけどもね、あそこにはね4社が運航しておったんです。まあ1社はこの経緯でもってもう除名になりましたけどね、残った3社は本当にちゃんと昔からちゃんとやってるんですよ。本当にちゃんとやってる。オーロラ号なんかはね、冬になったらこう網走沖で流氷観光船やって、夏の間は知床観光船でオーロラ号、それから僕の友達が勤めてるドルフィンね、ドルフィンなんかもね、しっかりやってるね。あそこのね、カズワンかなんか知らないけど、あそこだけがね、昔からトラブルばっかり起こしてる、ね、ですからお客様もタイミングがあったら、乗って応援してあげてちょうだいねっていう話ね。さて、気持ちを新たに知床旅情をやってみたいと思います。はい、ありました。知られてますけども、紋別まで行ったら今度は内陸に1時間ほど走るとね、鴻の舞鉱山っていうのが昔あったわけです。まあ鴻の舞っていう地区はまだ残ってるんだけどもね、金の採れた鴻の舞鉱山にぎわったらしいですね。でそこでね小さい頃育った作曲家が作った歌があるんですね、宮川博さんね、恋のバカンス、恋の風雅とかね、有名なところではあれです、宇宙戦艦ヤマトの、ね、主題歌を作った、宮川博さん、北海道の方らしいですよね。まあ、要はおじいちゃんがその鉱山の技師だったということで、子供の頃、そこで暮らしたっていうこと。その鴻の舞鉱山の冬の景色を、
ね、目に焼き付けておったんですね。鉱物を運ぶ、線路が銀色の道になって焼き付いた、ね。大人の方は分かると思いますけども、ダークダックスが歌って随分ヒットしました。それオカリナでやるとまた素敵なんですよ、ね。さて、銀色の道は門別の歌だったんですよということでね、宣伝しております。さて行ってみたいと思います。10年ぐらいやってるんですけども、結構毎回に近いぐらいね、いやオカリナの音初めて聞いたよってね、意外とそういうお客様が多くて、まだまだそんなにメジャーじゃない、楽器なんかもしれないですね。オカリナ、ね、安い楽器だからやってみたらいいですよっていうことで、さてオカリナのこのとぼけたような可愛らしい音が似合う、おそらくね一番似合う曲じゃないかな、裸の大将放浪記で主題歌になった野に咲く花のようにやってみたいと思います。感謝してね、ちょっと宣伝になるんですけども、音楽をお届けするとともに情報もお届けする。で田村正和はそっくりさんも知られてるけど音楽家ですよね。それでアルバムがね10枚出てるんですよ。これね実はねこの業界でもね
アルバムが10枚っていうのはそこそこ大したもんなんです。自分で言うしかないですよ。まあしょうがないですよね。田村まさか知らなかったですもんね。だからね、お家があったらね、友達に言ってみたらいいですよ。ね、お友達ね。あなた、田村まさか知ってますか？知らんって言いますからね。知らないですよ。そしたらね、あなた田村まさか知らないのって言い放してあげてほしい。ね。お友達は心配になりますね。あのピコ太郎さんが出てきた頃みたいなもんですよね。ピコ太郎、ね、ピコ太郎って何だろう。今はみんな知ってますけどね。まあそういうわけで、友達は、田村まさか何だろうって検索しますね。で検索したら田村まさかずさんと一緒に出てくるね。じゃあ田村まさかの方入っていくと私の YouTube が広がってますよ、ね、そういうシナリオで応援してください。お金かんないからね。さてよろしくお願いします。このアルバムがね、あるっていうことはオリジナル曲がいっぱいあるんですよ。ね、もう僭越ではございますが残った時間、私のオリジナル曲をねちょっとお付き合いください。これね絶対、心に栄養になると信じてますね。さて、優しい気持ちになるとなっていただけると思います。 G スプリング聴いてください。しますからね、YouTube で聞いてください。お金かかりませんからね、私のそういう形の応援が一番いいと思います。さて、この舞台をやってオカリナをやっててね、4、5年前ですかね、お客様から大きなヒントをいただきました。最初はね、その時々 CD を買っていただくっていうのがね、足しにしてたんですけどもね、あるお客様がね、すごく反応のいいお客様がいて、真剣に聞いてくれる一番前でね、お客さんありがとうね、CD ありますよって言ったらね、お客さんは笑顔で CD いらんって言うね、オカリナが欲しいって言い出してね、へーと思って、まあそりゃそうだよね、そのピアノを弾いててね、あピアノいいね、それ1個ちょうだいね、そんなことあるわけないですよね。だから私そんなこと全く考えなかった。そうなんですか、じゃあ販売できるオカリナがあったらいいなと思って、いろいろ探して手頃なお値段で、いいものね、というわけでこれいくらするかって言ったらね、びっくりしないでね、8,000円ですよね。バイオリンだとか1億円とかね、ピアノだってこれ200万も300万もしますけどね、だけど8,000円、だからそんなもので、楽器として、形になるのはまあすごくいいなと思ってね。あ、そうそう、お客様もね、やってみたらいいよっていう話の続きなんだけど、まあ本当基礎の基礎ですけども、1分でわかるオカリナ講座お伝えしておきます。これはね、きっといつか役に立つと思います。まず吹けば音が出ますから ね、フルートや尺八みたいに吹くまでが大変ということはないんです、ね、優しい気持ちで吹けばいい。
さあ、1分で分かるオカリナ講座やってみたいと思います。まずね、あの親指は両方裏に穴があります、ね、そして残った指は表に、右手が下で並びます。この持ち方はあれ縦笛とか、クラリネット、サクソフォン、みんなこの持ち方ですよね。オカリナはなぜか斜めになってるんですけどね。それだけの話です。実はこの持ち方ができたらもう8割方 OK なんです。なんで？ね、ドレミファソラシドがあるでしょう、ね、表の指を順番に離すだけです。覚えなくていい。ね、素直なもんでしょ。でもうちょっと勉強していくと、シャープもフラットも音域だってもっと上も下もあるしね。だからいろんな表現が割と簡単に手に入るんだよということです。ね、まあ、もしよかったら、私のオカリナは、まだまだこのオカリナってね、不安定な楽器、まあ、陶器ですからね、焼き物だからそのせいなんでしょうけど、楽器屋さんで売られてても くじ引きみたいなもんでね、3個か5個くらい買ったらまあいいのがある。どういうことかというと音痴なんですよ。すごく音痴。私はあの全て1個1個、時間をかけて440Hz でチューニングしてますからね、あの安心してコンサートに使います。ピアノと合わせてもピタッと合いますね。まあそういうわけで1個8000円でオカリナも販売するようにいたしました、ね、もしよかったら使ってみてください。あ、楽器屋さんで買う場合はね、楽器屋さんはね7000円ぐらいから売ってる、ね、だけど私の名前使ってもいいから、田村雅香が言ってたんだけど、音痴じゃないやつ選んでねってね、前もって言うわけ。でそしたらね、あ、ただものじゃないなっていうことになりますからね。あ、そういうわけでした。さて、分かったでしょうか。1分で分かるオカリナ講座でした。さて、オリジナル曲、続きます。恐縮です。ベーシックシーンというアルバム、ね、まあ、私の音楽の原風景、私の音楽の原風景はね、祖母が歌ってくれた、ばあちゃんが歌ってくれた、あの唱歌とか童謡、ずいぶんシンプルなものだったのね。だからもうショパンとか、ね、あのバッハとか、ああいう、ね、難しいやつじゃない、すごくシンプルなものです。さあ、そのベーシックシーンの、5番おぼろ聴いてください。
さあ、次はね、F スプリングという曲を、聴いてください。その警官に、まあ、合うんじゃないかな、と思ってオカリナを始めたんだよね。それが良かったんですよ。簡単だし。それでね、ふるさとってあるでしょ。ふるさとみたいなその簡単な曲を吹いてあげただけで涙をかけて聴いてくれたんですよね。もう私もびっくりしてるんですよね。何これと思って。ショパンをさっき弾いたけども、50年近く練習してるね。まあね、拍手はいただけるけども、涙をかけて聴いていただくってことはないですもんね。だから、やっぱりピアノとかそういう、なんていうのね、かしこまった楽器と違って、これは本当の難しいことしなくていいんだなと思って、それからずっとこのオカリナで曲を増やしていってね、舞台の中心に、今なったんですよっていうことです。結局、一曲をオカリナを吹けたら、あ、ごめんなさい、ふるさとでも吹けたら、十分楽しめますよね。そんな感じです。さて、今日は本当に来てくれてありがとうございます。私の、ね、中でも一番好きな曲で締めくくりたいと思います。夏の終わりのセレナーデ、聴いてください。Thank you.
YouTube を見て、ね、応援してくださいね。まあ、4年に1回ぐらい思い出してください。オリンピックが来たら田村まさか言ってましたということでね、今日は本当に来てくれてありがとう。そうそう、お客様からのご要望もあってね、遠くから来てくれてオカリナを買って帰った人ね、教室が、まあ、各地に教室があると思うんだけど、気に入らない場合もあるかもしれないからね、 YouTube で勉強できるようにね、練習ができるようにふるさととか、いろんな、基礎の話とかね、 YouTube でもそういう、コーナーを設けてやってますからね、そんなのも参考にしていただくと、役に立つかもしれません。今日は本当に来てくれてありがとう。きっとお客様の、ね、免疫はグググッと上がってるはずですよ、ね、そんな気がします。今日は本当にありがとうございました。田村まさかでした。